はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。世界の半分を前にやろう、ケタスケです。トルネコの大冒険320周年企画第2弾ということで、目指せみんなで3万フロアという、ケタナッツ杯特別記念大会というものを、開く予定をしております。今日は、その説明の動画となりますので、最後までお付き合いください。はい、2022年10月31日をもちまして、トルネコの大冒険3が20周年を迎えます。発売当初からプレイしてきたこのタイトル、自分のゲーム人生を振り返った時に真っ先に思い浮かぶタイトルの一つでもあります。いつも配信していて感じるのは、このゲームは本当にたくさんの人に愛されているということです。そんな多くの方に愛されるトルネコ3が記念すべき20周年を迎えるということで、日頃の感謝を込めて2回に分けて大会という形でお祭りイベントを開こうと思いますので、ご興味ある方は参加いただければ幸いです。今回はその第2弾、ケタナッツ杯特別記念大会、目指せみんなで3万フロアという誰でも超気軽に参加できる記念大会というものを準備しましたので、今日はその説明をしたいと思います。第1弾が気になる方はこちらをご覧くださいということで、ちょっと後でリンク貼っておきます。イベントの内容につきまして、イベント期間内に参加される方たちみんなで対象ダンジョンの総到達回数3万フロアを達成しようというものになります。トルネコ3にちなんで3万フロアにしてみました。イベント期間につきまして、2022年の10月28日の金曜日の21時から2022年の11月5日土曜日の21時までの、何日だこれ、1週間ちょっとぐらいですかね。で、潜るダンジョンとしましては、異世界の迷宮、封印の洞窟、不思議の宝物庫、幻の洞窟、この4ダンジョンならどれでも OK ですし、何回でもトライしていただいて構いません。参加資格としまして、Twitter アカウントをお持ちの方、トルネコ3をプレイできる方、この2つの条件満たせれば誰でも参加可能な大会です。で、参加方法について、1番期間中対象ダンジョンをひたすらプレイしてもらう、2番到達したフロアの写真を撮りツイートしてもらう、3番イベント終了後、自分が潜ったフロア合計を自己集計して、ツイートしてもらう。たったこれだけです。シャープケタナッツ杯特別記念大会、何回まで到達したかが分かる写真を撮りツイートしてください。1ツイートに4枚まで写真を貼ることができるので、写真を貼って、その象形をちょっと書いてもらってツイートしてください。1ツイートごとに、1枚だけ写真を撮って、何ツイートもするっていうのも全然 OK です。はい、で、今回は、この大会なるべく敷居を下げるってことが目的だったので、申請は、特に必要ありません。なので途中参加とかそういう概念はないんですけど、とりあえず、やりたくなったらこのタグつけてもらって、何回まで行ったよっていうのが分かるやつを、ツイートバンバンしてもらえればと思います。はい、で、このタグを使ってあらかじめ、別に申請いらないんですけど、目標とかね、異世界の迷宮初突破するぞとか、幻の洞窟挑戦してみるぞとか、不思議の宝物庫で、激レアの、指輪発見するぞとか、その辺の目標なんかもツイートしちゃっても、盛り上がるのかなとも思っております。で、これを機に、何か自分のやってみたかったことに挑戦されるのもいいのかなと思います。フースとかね、幻の洞窟とかね、いろいろやってみてください。シャープケタナッツ杯特別記念大会報告ですね、これが最後、報告するツイートなんですけど、名前と、到達フロアの合計、期間内の、フロア合計を記入してもらってツイートしてください。今まで、潜ったフロアを自己集計してもらって、到達フロア合計を記入してツイートしてください。で、その他のタグ一応準備してありますが、これは任意となっております。シャープトルネコ3、シャープトルネコ320周年、ことあるごとに、つけておいていただけると、いろんな方に届くかなと思います。皆さんでトルネコ3をお祝いしましょう。で、この20周年は、数字ではなく漢字にしました。で、数字だと、トルネコ320周年みたいになっちゃうんで、トルネコ320周年と分かるようにしてください。はい、で、付随するイベントということで、開会式、2022年の10月28日の金曜日の20時から、簡単なルール説明の後、僕が、配信上で走りますので、どちらが先に打開するか並走をぜひしましょう。閉会式、2022年の、11月6日の日曜日の21時から、皆さんの合計ツイートを合算して何フロアになったのか、3万フロアを達成できたのかを発表します。で、余裕があれば潜ったフロア合計の多い方を発表したりとか、タイムめちゃくちゃ早かった人とか、珍しい冒険できた人とか、もしかしたら、紹介するかもしれません。はい。で、この辺の、閉会式とか、開会式とか、どこでやるのというと、ケタナッツチャンネルのライブ配信で行います。Q&A ということで、
91、一人で何回でもツイートしてもいいの、OK です。一人で何回でも潜ってもらっても構いません。1000フロアなんかね目指しちゃいましょう。9-2番、1回で死んだやつもツイートしなきゃダメ、お任せします。ループ中は何回も写真を撮ったりするのは大変だと思うので、ご自身がやれる範囲で好きな冒険をツイートしていただければと思います。でループ開始時と、ループ終了時の冒険回数を取っておけば回数がわかるのでそれでもいいです。あんまりキメキメのルールではないので、自由に参加してください。はい、9-3番、配信してないけど参加可能？もちろん OK です。写真を撮ってツイートできる方なら誰でも参加可能です。9-4番、いつまでに、ケタナツ杯特別記念大会報告のツイートを済ませれば良いですか？2022年の11月6日のお昼12時までとします。ツイートがない場合記録なしとして取り扱う可能性がありますのであらかじめご了承ください。はい、で最後に、トルネコ3界隈を盛り上げるためにツイッター上でお祭り騒ぎをしましょう、というのが今回のイベントの趣旨となっております。既存プレイヤーの皆さんが楽しむのはもちろん、昔プレイしていた方がトルネコ3を思い出したりとか、復帰するきっかけになったりしたら嬉しいなと思っております。なのでこの2つのタグをですね、使って、ツイートを、拡散してもらえれば、大変嬉しく思います。ここに、テンプレートをツイートしておくので、よければ、参考にしてみてください。はい、以上でトルネコ320周年企画第2弾、ケタナツ杯特別記念大会目指せみんなで3万フロアという大会の説明を終わります。本当に、いろんな方が参加、気軽にできたらなと思って、開く大会です。トルネコ320周年というかなり歴史のあるゲームになってきたので、皆さんで、お祝いをしましょうという、大会になっておりますので、よければ、参加いただけると大変嬉しく思います。はい、それでは大会でお会いしましょう。したらな。